どうすか。まだちょっとハスキーやねって言われるけど、どう？もう分からん自分じゃ。自分の元の声を忘れてしまった。こんばんは。今日ハーフアップしてます。普段仕事終わったらすぐ撮るんやけど、今日はちょっと配信しようかなと思って。このままネイル、どんな感じ？ネイルはもう伸びてるからはずいな。今ね、自分の生誕期来てる。おととしかな、これ。こんばんは。そう、関西コレクションにね、出演することが決まりました。8月6日やっけ、去年か。これありがとうございます。みんな来てくれます？来てくれるよね。いや嬉しいね、前回に続いて。嬉しい。頑張らないと。見に行くね、ありがとう。待ってるね、本当に。京セラです。おじさん浮くまでって、なんで？来てよ。来てよ。待ってますね。何このでかいやつ、今の何タワーみたいな感じ。パフェ、なんかさくらんぼ乗ってね。パフェありがとう。誰や、ポムちゃん、ありがとう。タワーすか、ありがとうね。パフェといえば、さっき TikTok 更新してないけど、パフェ食べてる、見てくれましたか？いいねとコメントとリンクコピーをお願いします。お願いします。あ、限定なんやこれ。ありがとう。見てね、 TikTok。 インスタも更新したから、インスタも見てね。インスタもいいねとコメントと拡散とお願いします。なんか甘いものばっか食べてる人みたいな SNS してんな。そんなことないよ。遊びに来たよって、ありがとう。何この今のパンダ、お風呂に使ってるパンダみたいな。タワー、これも1万って書いてる。ありがとう、ひさとさん、ありがとう。あかん、この肘つきながら。ありがとう。すごいね、なんかデザインが。これも限定タワーっすか。エクステ復活してる。そうよ、ムラシャンで必死に白くしてる最中。一昨日くらいに行った、月に。マジで可愛い、食べたい。ミカナを。エクステ痒くならん。痒くはならんけど痛いな。やっぱ
前回つけてたところが結構あのこの結構キワキワにつけてて、その時全然痛くなくって余裕やわとか思っててんやけど、今回ね結構痛いな内側なんだよ、つける場所にあんのかな。でも今回は左右10本ずつで20本、少ないんだけどな。こんなちょっとしか見えてないのにこっちに10本ついてるって信じれんやろどう思う？ただこれだけのために10箇所痛いのよ、どう思うちょっとさ割に合ってないよね。エクステね、髪の乾かすのがバリだる、マジで乾かん。痛くないとか言う人おるよね、全然平気そうな人おるよね。違いなんない、でも頭皮が弱いのよミカノって。待って、この指の刺し方キモくないこれとかにしてほしいよな、これキモくない、頭皮が弱いのよメイクさんとかにも弱いねって言われる、すぐ痛がるから、ポニーとかしたらのくせにあげたがるから、ほんまいい迷惑やと思うわ。頭皮が弱いよね、肌弱い全体的。なんかピンついてるから取ろう。やべ、茶髪にする予定ある、茶髪にする予定はないかな。今日何しとったん、仕事。え、地震来たの、どこですか、どこの方ですか、地震。地震ですか、大丈夫。茨城、関東、え、多くない地震。え、あれやで、ほんま配信なんか見とらんとあれやで、ちゃんと安全を確保してくださいね。大丈夫ですか、大丈夫。大丈夫ですか。地震多いよね最近、怖いね、本当に嫌本当に嫌地震って。本当に嫌じゃない、怖いよね、気をつけてね。マジ怖い、もう本当に本当になくなればいいこんな当たり前にみんな思ってることなんやけど、本当に災害とかなんか犯罪とかいじめとかなんかそういうの本当になくなればいいのにね。当たり前にみんな思ってることなんやけど、本当に嫌。ね、いい子やわ、いやみんな思ってるやろこれは。もう
いやでもな、犯罪とかいじめとかはな、やってる人間がおるんやからな、やばいよな。白が増えた。待って、これのこと白髪やと思ってんの。色的には白いかもしれんけど、まあ、そうですね、白髪を10塊つけてきました。うん、大好き、かわいい、大好き。明日テレビ出るんやろ。明日神音さんに出演させていただくので、みんな録画とリアタイとよろしくお願いします。ありがたいよ本当に。お楽しみにしていてください。ミカナは「モーニング娘。」さんの「恋愛レボリューション」と「青春のラップタイム」を歌います。見てね。みんなお仕事かな明日その時間。うん、あっても休む。それはね、録画でお願いします。関東だから見れない。そっか、そう、ウォーウォーします。ウォーウォーします。ラブレボリューション21。そうやな、関東の方とかはね、いっぱいいっぱいごまきさんを見てモチベーションを上げました。大好きな。マジさ、肩首こりがやばくてさ、今日やばいわ。ここ数年で一番やばいわ。ねえ、マジで可愛いよね、ごまきさん。絶対結婚したい。絶対したいな。みんな今日は仕事ですか？今日って何曜日？マジやばい、肩首。金曜か。やばい。整体行きたいな。
お仕事ですか。可愛すぎる。朝からバイト。明日？大丈夫、ミカノもめっちゃ早いから明日。頑張ろう一緒に。何？甘い。甘い。何何？労働頑張ってください。労働頑張ろうみんなで。何時までしよう配信。何時までする？早く寝な。そうね、早く寝ないと。でも今日結構お昼前まで寝たからそんな早くは寝れなさそう。22時今何時や。今からマック食べるよ。いいね。何マックですか。24分か。ありがとう。何時までしようかな。眠くなるまで。眠くなるまではちょっとそっからまたお風呂入ってとかいろいろしてたらね。また地震？大丈夫？強みですか？大丈夫ですか？ちょいちょい揺れてます。みんな気をつけてね。ミンクていいからね。甘い。甘い。そう、あのお話し会の振り替えがの日程が決まったんやけど、それさ、その日は参加できんとか言う人って絶対おるよね。めっちゃ申し訳ない。マジで本当にすいません。すいません。強制で時間決まってた。あ、そうなん。申し訳ない。
あ、選択肢がないんや。決まってたんや。申し訳ない、本当に。なんでさ、なんでこんな体調崩すんやろ。やばいよね。みんなメンバーと一緒にさ、めっちゃ持ってんのよ。メンバーとめっちゃ一緒にいてさ、このメンバーもめっちゃ元気そうやのに、なんかミカナだけ体調崩す。でも絶対潔癖症なのがあると思う。免疫がないから菌への。あ、くしゃみ出そう。電話これ。自分でも潔癖症だと思う。めっちゃ思う。なんか潔癖症じゃない人の方が元気じゃないなイメージあるんやけど。わ、そうや、ナングラや。ナングラ、なんか何でした、ウーカさんも似顔絵みたいな感じですよ。あれはさ、配信をしながら書かんといけんのかな。そらそうか、ショールームの企画なんか。潔癖症って直せるって聞いたこと、いや無理やで、無理やでっていうか直したくもないよしたくてやってるんやから。いやで、絶対。絵が得意なミカの有利。ミカのって絵得意。これって配信しながら、え、そんなもっとさ集中して書きたいよって感じないけど。じゃあこれ書きましたでいい？悪い、これ悪いかな。なんぐらしました。でいいかな。あの、ここで書いてます、今ここで書いてて。昔まなぶくんで山内さんの言うか、懐かしい、書いてたね。また公演の日にでもなんかね、配信して。そろそろ終わろうかな、終わろうかな。そう、次は20ですね。ナングラ入賞は無縁なの。ナングラは一回あの不正入手しました。あ、2回か、2回でしたっけ。なんぐら、うん、2回かな。そう、顔面国宝、顔だけで
顔だけで賞を取ってしまいました。じゃあ終わりますね。ランキング呼びます。13位シャドウ、シャドウさん。12位エレンちゃん。11位ヘイヘイ。10位バリーさん。9位シキさん。8位マリちゃん。7位ミオッチ。6位リリちゃん。5位サーカちゃん。4位ヨシケイさん。3位ゴンちゃん。2位ヒサトさん。1位ポムちゃん。ありがとう、みんな。なんかギフトとかもいっぱい。ありがとうございました。ありがとうございます。明日神音見てください。バイバイ。ありがとうございました。うん。